ありがとうございます。先ほどご紹介いただきました通り、私たちはチームではございません。ここ山口、そして中国地方、そして九州から集まった志を同じくする踊り子たちの、プロジェクトでございます。先ほどの通り、よさこいはコロナの影響を受けまして、このお祭りも、影響される時があったと思います。そんな中でも復活される、そして私たちも踊り子としてもなかなか踊れない時期が、苦しい時期がありました。その中でも何かできないかという時に立ち上がった者たち、そしてそれが私たちです。何ができるか、踊ること。私たちは踊ることで思いを伝えていきます。よさこいはエリア、年齢、チーム関係ありません。本日は12歳から30歳のメンバーで踊らせていただきたいと思います。はい、心踊れば皆踊るでございます。お客様もスタッフの方も商店街の皆さんも皆さんが主役です。どんどん一曲楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。ただいまは